わかりました。三度の誠、慎んでお受けしましょう。まずは天を三つに分かち、一つはあなたに。天を三つにと。その後に残る二つの天を滑る。この度と同じく劉備殿には三度天下の門を叩いていただきます。呂布を討ち取ってすっきりしたのもつかの間、今度は曹操が攻めてきやがった。兄者たちとはしばらくちりぢりよ。兄者たちと再会した後、諸葛亮ってやつが軍師になってよ。それが気に入らねえのか、また曹操が来やがった。公領にでも逃げるか。しかしこっちは民を引き連れての逃避行、ついに長藩で曹操軍に追いつかれちまった。さてここは俺様の出番みてえだな。張飛殿、こたびの戦は敵の殲滅が目的ではありません。劉備殿を無事に公領へと逃がすことこそが、張飛殿には伝言として曹操の猛攻を防いでいただきます。運下のごとき将兵を退ける戦、張飛殿にしかなし得ないでしょう。天下三分を描くため、この難局は何としても乗り越えなければなりません。張飛殿の武勇。みんな、無事に逃げ延びるのだ。陣狩りは俺が引き受けるぜ。我らはかの拠点に隠し、家計にかかる。負けねえからな。敵将撃ち取った。工作部隊、予定地点準備を進めます。この刃の貴様で試すか。敵将撃ち取った。その武力、我が策に欠かせません。高級拠点と手甘く見るな。行くぞ。Yeah!
な。敵将撃ち取った。おう、趙雲、無事であったか。ご安心ください、殿。見事こちらに。この拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。素晴らしきお働き。ならば劉備殿の救援を要請しましょう。いかんじゃねえ。今度は負けねえからな。敵将撃ち取った。俺の攻撃かわせるか。次は負けない。敵将撃ち取った。この防衛の要衝を突破できると思うな。のこのこ倒されに来たか。行くぞ。その武力、我が策に気づかせる。負けねえからな。敵将撃ち取った。先駆けよ、この戦を制するのだ。
の防衛の要衝を突破できると思うな。その武力、我が策に欠かせません。任せあれ。この拠点は俺様が占拠したぜ。この拠点は俺様が占拠したぜ。よくとくん、この戦、一気に消えるぞ。他の者も太鼓を立てよ。民の脱出を優先させる。全軍護衛を。拙者が止める。このままじゃ一旦か。次は我らの番だ。無事に逃げ延びよ。俺がぶっ飛ばしてやる。私もある。敵将撃ち取った。今度は負けねえからな。敵将撃ち取った。守りきれんか。欲得の部は万人の兵に値するな。
この戦決めてしまいましょう。劉備、その首わしが狙う。負けねえからな。敵将打ち取った。一気に肩をつけるぞ。よくとく、よくとく。この戦一気に決めるぞ。おお、他の者も太鼓を立てよ。力づくで食うなら止めてみせる。引くのも戦略です。敵将打ち取った。鮮やかなお手並み。この戦決めてしまいましょう。人徳なき曹操に天下は渡せぬ。再起を図り必ず曹操を討つ。曹操軍から逃げ切ることができた。これも皆が命がけで働いてくれたおかげだ。私は配下にいるながら、今後はこのような消耗戦は慎まねばならん。そうそう、次は許してくれないだろう。確固たる地盤。